レブル CP ランキングバトル第4期第1回となります。さあ準決勝第1試合、クラリーライチ VS ツアーズレル。さあバージョンアップ1回目となりますランキングバトル、準決勝第1試合はライチ VS アズラエルと。さあ強化点が目立つアズラエル、そして前作からの強化点変更点が薄いライチがどう食らいついていくか。さあ中スタートとなりました。ボール戻りから3元入れて6シー3シー2番目地面で画面端置き攻めセット、そのまま置き強気に追っていく。さあめくりになって空中くらいしっかり受け身取って、しかし A 棒発射からグローラー。さあここ強くなりましたね。やっぱり上に吹っ飛んでいってくれます。半角がなくなりましたと。さあ一旦中間距離の仕切り直しになりまして空中から、さあうわグローラー半角取れない。立ち入るスカリー B 刺していく。ちょっとかっこよかった立ち B 刺していいからラピって、ああまた失敗したぞあいつ。さああいつ 3C ラピキャンドコンボができない感じ。さあしかし1本取ったなライチ。さあ5下発射して、さあ触らなければ発射できないらしいですけどね。さあジャンピーカウンターから弱点つけにいった。これは上、これはジャンニーに対して裏回り立ち絵がかくったように見えたんですが、ここは蘇生切り急投げうまい。さあここは3段から両弱つけていく。さあって苦しい状況、立ち B から元気を振って上使ってブラック工具。さあ1本取り返す。さあ最終ラウンド、お互いバーストはもちもちの状況となっております。初手を握るのはどちらになるか。さあ裏から3段入れて 6D タッチ C グスタフから 6C のスカリにジャンシーかぐって、ここは 6D で押し込んでいったのライチ。暴発者からチョップ。さあ3元曲 AB4C から、あ失礼 4B、 あーっとなんだ今の、なんだナメプレイか。さあここですね、ここも変わったところ、浮きが低くなってツバメで落として、さあとりあえずグローラー、ここはあさっての方向から飛んでくる。その場置きにジャンビーがかぶさってまだ残りそう。さあグローラー飛ばして、さあタッチ、さああさってがさあグサグサる。さあリュウイしっかりと勝ったのクロラチ。ライチ使いで興味のある方は結構そこの方を見てもらえるといいかなと思います。結構ゲロシャムさんがかなり丁寧に今作の調整内容をまとめてくれてたりとかするんで、はい、探してもらえれば多分あると思いますよ。さて出てきましたね、流星カルル VS、アクツハクメント。開幕捕まえていくのはカルル側、美味しいダメージ取っていく。着地下段見えなくて、今作のカルルの調整はやっぱり姉のゲージが響きますね。かなり、使えるところが大きくなったのでカルル側は嬉しい調整と言えるでしょう。開幕から一気に押し込んでいくのはカルル、体力1割から投げて、ここはパーフェクトでまず1本取っていく。さて第2ラウンド、アクザークメンは切り替えていきたいですがね、かなりカルル戦はジャンプ攻撃でバッタしたくなるんですけど、それをやっちゃうとゲージのためにが遅くなっちゃうんで結構厳しいところですね。今作の調整は結構逆向きになっちゃってますね。わーここは前しっかり上見ていた、空投げて美味しい位置、画面端ここは飛んで回避するがジャンピー取ってしまい、ここは一旦中央で落としていく。カルルが続けて、まあ、1ラウンドとほとんど同じ体力差、うわーこれは癒やしい、投げてなあ剥がさるを得ないでしょう。ああっとこれは美味しい当たり方した、勝ったのは流星。
いや強い。はい、それでは、準決じゃない、失礼しました、3位決定戦ですね、阿久津白麺対、ツーさんのアズラエルと。やはり白麺側がリーチが長いものを生かしていく感じですが、ここは触っているグッサフ。さてアズラエルの距離になったと、ここ一回端から脱出に成功。おっと怖い。さてめくりが当たって、これはまず3段6人しっかりガード。あっとこれは下段通して美味しい位置ですね。ここは弱点までいけるでしょう。ジャンピー、おっと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 、あーっと惜しかっている。バースト吐いて、あーっとやはりジャンゲイロ強い。3段からとコンボを見せるか、ガーキャン避けている。毒へ暴れ潰しを見せていく。ここは一旦中央に逃げる。阿久津白麺やや厳しいか。グローラー突かしてしまうが、あーっと反撃間に合わず、斬鉄が通ってバーソーと 6B しっかり立っている。めくり、さてここはしっかり暴れていた。熱波には押し置き、しっかり柱運んで、これは美味しいダメージですね。さて白面がワンチャン出てきた。バッテン投げ通していく。 6C 疾風まだ残っている。さてどうなるどうなる。あー最後はジャンシー、アクザク面逆転勝利。やはり大型キャラなんで見応えありますね試合が。おっとここもしっかりドビーで熱波を勝っていく感じ。わーっと暴発した、バリアが負けちゃったかな。しかし痛いダメージは結びつかなかったので大丈夫でしょう。わーっと見てからやろうとした感じだが間に合わず、あーっと当て身から取った。これはあーっとバタイしっかりしている。裏回り、わーうまい、これはしっかりコンボ判断。ダンシーで締めて、こうなってしまうと形勢逆転、一気に追い詰められたアズラエル側。めくりか投げを通して3段とコンボが怪しい。グサフめくりはしっかりガード、めくりがガード飛んでいる。あーっと当てみくさって、ラピュアンしっかりしている。ジャンディで締めてバリアントスカってしまい、ウォッと越え。さて後ろから流星の悪魔の射撃、危ない。アクサークメンこらえきれない。あーっとこのミス、バーソまだ剥がない。あーっとロクシーがヒットしてバーソー、あー分かんなくなってきた。あー区別勝ったのはアクサークメン3位です。こいつよ後ろからさ、ジャンディがジャンディアービとか見たいんだよっていう悪魔の囁きがさ、やめなはれ。さあ、ブルーム CB ランキングバトル第4期第1回決勝戦、クラリライチ VS 流星カルル。さあ、懐かしい響きが戻ってきてました。もう流星ライチなんて言わなくていいんだねと言ってる間の決勝戦。さあ、初手を取ったのはクーナで美味しくいただいたのはライチ。下からカブスに行ったカルル、ぶん投げられて完走はできなかったもののダメージを2割半取った感じ。さあ、ここで1回捕まえて引っかかる2段目、ここでバーストペースは作らせたくない。さあ 6B6C 入れ込んだところカルルが裏回って補正切りのパーツに行く、つながってとりあえずボランティア前転で暗い逃げ、アルグレして、さあ体力はライチが3割切りそうなところ。さあ元ライチ使いのやってたと感じとしてはライチのことよく分かってるはずなんですが、やっぱりきつそう。
パシーから画面端、あーっとお姉さん逆に行ってしまう。とりあえずバーストしてライン上げ返す。さあボランテからフェンスを作りたい。さあうまいこと、ここうまい、立ち見で殴ってジャンキャンして逃げていくんですが、これかくったんじゃね。さあ姉さん壊れてる。ここのしのぎ切れるかが勝負。防波車からさあ果敢に攻めるカルル本体、体力がお互いちょっとずつ変わってくる。ハリガーラピってバーストする、するのここで打って立ち見、さあカウンター、さあどうなる、さあラッチが投げ間に合わず、さあこれ美味しく一本取ったらです。さあ最後の最後でバースト入っても一本取れなかったらグラリがちょっと厳しい状況になる。テーダー BC が通って、さあ画面端、これは美味しいスタートとなる。さあいつものコンボからツバメジメ、さあ飛びからだから減らなく見える、チョッペ、さあしっかりとコンボを完走して残り体力3割まで切り詰めていく。さあしかし目の前にも姉がいる、引っかかってさあ無理はしない、とりあえず方向でライン上げてジャンビーカウンターからなんとかしたい。さあ防波車で上カバーしつつ下では姉殴ってるライチ、 2B から確認したんですが 6D 間に合わず、紫投げしっかり抜けて空対空、後ろでは 8D が控えていましたがギリギリ当たらない、設置ジャンキャンで逃げてとりあえずボランティア当たらない、 6B から 6C とりあえず設置、うまいこと画面が見えてるのはクラリー。さあ体力的には厳しくなったのはカルル側ですが、わつかまえればワンチャンスといったところでしょうか。さあじわりじわり画面端に向かって歩いていきたい、空対空じゃないで捕まえてから方向、さあツバメがスカって、さあ棒を離したライチどうする、立ちくらいしちゃって、うん、さあここは大きい攻め選択、ここでバースト、なんかさっきみたいな感じになる、あーかくったな今これ多分、あーほー、あー俺はこのままタイムアップでもあぴったりですね。さあ今回の第4期第1回のランキングバトル勝ったのは流星ガールとなりました。ありがとうございます。